の新曲キラー、新曲なんだっけ、まだあれはね、来月に出る。まだ聞いてなくてさ。聞いてないの、うん、聞いてよ。じゃあ出たのもわかんなくて、ちゃんと見て。わかった、明日、うん、明日聞く。いや、マジでかっこいいから。てか今日卒業式やったんだね。うん、まあ、早く終わったけど、さすがに。ほら、ナオミ、来てたんだ。うん、来たの。ゲームやってるね。うちはやばくない、車全然いないんだけど。いや、いないっしょ、それこっち来ないから。てか、なんで避難しないの、ゆり。カレン誘ってきたんだ。あ、一台来たよ。ウケる、今さら逃げてんの。親からめっちゃ連絡来る。うざ。てか、ゆりってなんでツイッターやってないの。書くことないし、超いないもん、友達。終わってんじゃん。やっぱやめない。え、なんで。踏まれたらどうすんのさ。踏まれるとか超ウケるんだけど。だって見たいじゃん、ゴジラ。あ、思いまで来るの超珍しいじゃん。絶対バズるでしょ、ゴジラなう。彼の家稼ぎで死にたくないんだけど。うち来月頃焼いたことやの。そんなに偉いの。何がよ、超つまんねえし。うちださ、うちの高校を辞めてから会わなくなったじゃん。うん。ゆりは来月から東京の専門行くじゃん。だから最後になんかしたくてさ。うちはほら今何もしないじゃん。だから正直焦る。中学の時さ、カレン直美とチャリで家出して大阪へ行こうとしてたじゃん。家出したした。結局山越えられなくてやめたやつでしょ。あれさ、ちょっと羨ましかったんだよね。うちも一緒に行けばよかったなって思ってた。今回はうちが東京行くけどさ、彼は彼のタイミング来るんだと思う。やばいでしょ、70とか80もっと。めっちゃおじいちゃんじゃん。待って、おばあちゃん何考えてるんだ。ずっと一人だもんね、寂しいのかな。寂しいでしょ。あ、いた、いる。あ、やばい。写真。ちょっと。